あれこれ何でしたっけ、栗原電鉄、栗原、うん、そうです、栗原バスのあのマークですね。これをその残っ、これ何で作ってあるんですか、プラスチック。加山さんプラスチック、うん、プラスチックで作ったんですよね、うん、看板屋さんにうまく、あの2枚使ってるんかな、これ1枚かな、2枚ですかね、2枚ですよ多分ね。これその当時使われてたんですか。いや当時使われてたって、まああのこのものじゃないんですけど、これその当時使われたものからうまくこうなんていうんですか、写真から型を取って、デザインはこれを使ってたんですか。これ使ってました、うん、これを使ってました。本残ってるんですよ、うん、バスにこれが貼ってあった。貼ってあった、そうですね。電車もこのカラーありましたね、うん、で電車もこのカラーリングだったんですよね。これだこの急行っていうのはこれただ会話さんのあれ、これはあくまでも趣味。俺のシャレです。シャレね。え、なんで外すんですか。裏もあるじゃないですか。え、ああそういうことか。無駄にしないっていう、リバーシブルなんですね。だと逆に分かりやすいんじゃないですか。あ、乗れるんだ。これこの色だったんですか、本当に当時。多分。昔のカラー写真、唯一1枚でしたっけ。あ、残ってる。あれ持ってんじゃないの。俺持ってないな。あれそうだっけ、うん。意外とそのデザインが残ってないんですか。残ってないですよね。あのね、白黒では残ってるんですよ。あ、白黒。でも1枚だけ、あのなんだっけ、バス昭和なんだっけ。昭和黄金時代。あ、黄金時代っていう雑誌にクリデンバス載ってて、それがカラーなんだけど、多分色はこうなんだけど、かけててね、最初のあの猿じゃねえかと思った。このウサギじゃなくて。この青っていうのは多分見つかったんですか。多分あの。確か青だ。あ、そうだ。青乗ってましたね。青乗ってる、うん。あれ何年頃までこのデザインだったの。昭和30年代。30年のね、34、5年くらいだったんですけど。俺の服の分かんねえけどな。だクリデンバスってそんなに長い期間走ってないから。うん、その後もう都とかになってくるから。うん、そうですね。その写真も俺コピーしたの持ってたんだけど、覚えてある。ああ、どっかできたね。これと同じ色の電車が走ってたっていうことですか。そう、クリデンの。なんか俺調べたらこの色ってなかなか出てこなかったけど。だいぶ昔ですね。古い時代。昔の電車の。写真ありました、写真。へえ。これこれこれ。ネットじゃすぐ出てこないですよね。来ないです。これから撮ったんです、ね。で、青なんだけど、全面青もあるし。あ、これが現物？うん、現物。はあ。栗原電。本当だ。取りやすく、難しいですね、このウサギがね。じゃあウサギに見えないし、ウサギに見えない。猿だかウサギだか。でどうして分かったんですか、ウサギだって。クリデンミュージアムのに電話をして、うん、ああ問い合わせたんだ。写真をもらった。その写真はないかな。さすがにその写真はない、ね。クリデンバスって、栗原電鉄バスってすると、ネットで出てきますよ。あの白黒のやつ。この色の電車の写真あります？あるはず。あのね、ネットで見るで見てくる、見てくる。クリデンミュージアムにありましたね。あ、ミュージアムにある。ミュージアムに。ネットでは出てこないですよね、この色。出てきます、この前見たけど。電車の方。電車の方。ある。なかなか見つからなかったんだよな。だから持ってきた時、持ってきた時はこの色。これ始まったからですか、結局。違う。エイリンショー。あ、これじゃいい。あ、これは最初からエイリンショーだったんですけど。最初これで、色がこれで。これはね、イスラムカラーなんだよ、多分。カタルグカラーカタルグカラー。ミヤ2、ミヤだったのか。確かにその4キュッパだったんだよね、ミヤ22で。だからそのまま置いててくれればよかったんだけど。そう、詳しい方が来ました。あ、全然。今写真出ちゃったから、オッケーオッケー、これもういいからって。ひでえな。これの写真探したんですよ。ああ、あるぞ。で、こっからこのウサギのマークをこうね。この、下原さん、この色の電車の写真あります。電車の写真はないんだ ね、あるのかな、ね。あとその昔このやっぱウサギマークなんでラビットバス、ラビットバスって言ったらしいですね。あ、へえ。本物ですよ、ありましたけど、何意味が分かんないんだけど、本物で意味が分かんないけど、あの急行の蓋でっかいな。